こんばんは。こんばんは。もうなんか違う。画面が。しかもなんかさっきより見えるし。さっきよりなんか見えるし。まあいいか。光で飛ばせんな。まあいいや。インナーだけ、インナーの話で終わった。え、これさ、画面見せたらバンされるやつだよね、多分。一瞬なら見せられるか。インナー、インナー、インナー、インナー。これなんて説明すればいいんだろう。え、自分の装備？インナー。ちょっとやだ、めっちゃ見えるやん。みっか、どこだ。ん、装備、自分自身のだよね、これか。パッシブスキル強化。自分のね、装備は満タンにしてるの。え、こういうやつだよね。自分の被り物と着てる服、右手左手の装備してる剣はマックスなんですよ、全部。あとは違うやつってこと。あ、これか、ゼクスアーツ。え、そう、やっててあとちょっとなの、全部まで。これあとちょっとなの。これね、これを全部やればだいぶ変わるってこと。ちょっとね、足りんわえ、だってさ、レベル350分のなんとかでしょ。それが何個もあるから。え、これ満タンにするの結構きつくない。え、そのたま使いましたえ、だいぶ辛いよね。え、これはさ、どうしよう、迷ってるの。いつもガチャでこれなんていうんだっけ、ハンターエレメントだっけをゲットするか、ハンターエレメント単体を交換するか、どっちでゲットするか分かんない。どっちがいいんだろう。メンバーにしか分かんないやつか、これは。え、格好悪くない、平気。星6個目、上から6個目。うー、1、2、3、4、5、6。あ、マックスレベル2000になってる。マックスですあとは、あとは1、2、3、4、下から4つ分はまだマックスじゃない。それだけ。あと、難しいよ。 K までいけない、本当に。今8014兆、難しい。どうやってんのあ、でも一応今クリスタライズすればいいのか。もったいないね、もったいないね、この子ら。かわいそう可愛いのに。エイミちゃんかわいいエイミちゃん、インドラもかっこいい。ちょっと動くのがかっこいい、これ。え、ニーデルかわいい。あの
っちか。ハンターヘルメットを交換した方がいいのか。上から5個目まで後回しで OK。 悔しいんだけど、めっちゃ一番上からやってっちゃった。最初下なんだ、大事なのは。うわ、そうなのね、悲しい。ちょっと今から変えます。ちゃんと内容を見れば分かるやつだったのかな。ハンターエレメント、悲しい。あと下から4つ分だけど、4つもあれ一番大事なやつなのかな。とりあえず全部スキルアップしなきゃいけないのね。犬くんのポイントたくさん待ってる。あ、たくさんじゃないです。もうさ、めっちゃあれあって不必要なことは何もないね。あったらあった分だけ本当にありがたいです。チマこれもやってんのかな。じゃなきゃまあ剣はいかないか。すごっ。最初はさ、まあ、自分でやったり中坂に教えてもらったりしてたんですよ。チマに教えてもらいたい。でもこれ全部上がったら強くなるってことだもんね。うわ、チマまた上がってる。総合力はまた上がってるよ。すごっ。何をしてるの。え、すごいわ。ちょっと待って、本当に肌荒れが気になってしょうがないけどさ、文字がちっちゃくて近くに行かなきゃ見えない。え、ライドの装備のパッシブ上げ、あ、それね、めっちゃ頑張ってクエスト行ってメダル今ね貯めてるの。でも一応装備は全部つけてる。セイクリードとは、セイクリードってなんだ。セイクリード、あと私さ、ルーンが弱くて、ルーンを何にすればいいか分かんなくて、まだね変えれてないの、強いのに。セイクリードサポーター、ドラゴンサポーター、セイクリード、名前が難しい、いっぱいあるね。セイクリード、分からん。どこにいる。これ？ここの子はどこにいるの？サポートキャラクターに、どこにいるの？この子は。いなくない？ギルバトサポーター1、2は交換で買ったし、ガチャで出たんだけど、いないの。難しいな。え、いるの。あ、そう、ネイル見える。嬉しい、ありがとう。
きついね。可愛いでしょこれ。これは私の大事なものなの。相沢翔太と一緒にいるから大事さが伝わるかな。ドライブ前にしてました。あ、先生がいる。先生がいっぱいいるぞ。嬉しい。そうです、お守りです。私の里川さんからいただいた落下物。これなんていうの、なんだろう。これはひらひら、なんだこれ、これ名前なんていうんだろう。クリスマスカルテット、クリスマスカルテット。クリスマスカルテット。あ、でもコンコいる。これだよね、名前がこれだった。これが3の方にいる。2のところにいないの。2のとこ押すとほら何にもいないの。あ、紙吹雪か。すごっ、紙吹雪だ。あ、みんなエールありがとう。みんなさ、朝私起きてすぐドライブ開くんだけど、エールがいっぱい溜まってるのとね、チャットをね来るの。みんなかわいい。挨拶してくれる、チャットでも。なんだろう、ドラゴンサポーターの2つ、ドラゴンサポーターの2つ。あ、この子らか。ジェネシックサポーターの方が28、弱そう。こっちのレジェンドサポーターが301。これもなんかさ、なんで解放できないんだ、これ以上。難しいね、なんだ。選択できないんだよな。ジェネシックの解放して、え、ジェネシック、え、全然出なくない？この子まだ27なんだけど全然出ない。え、マーケットでサポートキャラクター交換で、あ、そう、それでなんか可愛い子は2体交換したの。なんかね、中坂が教えてくれて。え、そのサポートキャラクターにもいる？え、その子セットしたらまた変わりそうだね。え、セイクレードは起源？起源の果実、果物、どっちだ？果実で、え、イベントであるの？クエストの、待って、近すぎてブスいる。起源？え、なくない？え、クエストを全部やらなきゃいけないの？え、普通のクエスト私全然やってなくて、ここなの、まだ全部クリアしなきゃいけないの？起源どこにある？いや、ないな。
難しい。これみんな普通なのかな。いや、イベントのところないな。朝やんなくていいの？リンゴ交換できない。リンゴ？リンゴなかった気がする。リンゴはちょっと見よう。いや、見たことないな。リンゴ交換はないです。やっぱりハンターエレメントを交換します。これが一番手っ取り早いのね。今が8014。8014ね。これをあげたら、あ、変わらん変わらん変わらんえ、期限のクレジットもらえる？もらえない。どこにもらえるの？みんなもらえるやつ？それともメンバーがポイントで変えてっていう方？それはないんだよな。ん？これはチマに聞いた方が早い？チマ教えてくれるかな。中坂、あ、中坂配信してる。なんかツイッターは運動会について話してます書いてる。ドライブじゃないな難しいね。こんばんは、こんばんはそう、千葉に教えてもらえるなら絶対電話の方がいいんだよな。中坂も知ってるかな。聞けるのは中坂か千葉ですくらいかな。同期ですごい桁いってるメンバーは。難しい、喋れんくなっちゃう。うん、長坂運動会だったの？え、運動会？え、学校のガチの運動会え、何それ。それとも配信で運動会をやったの？え、長坂の配信で聞くしかない。だったらコラボ配信で話した方が早いよね。え、中坂先生私たちの中坂先生、え、運動会絶対ないよね何の運動会？配信しかなくない？運動会私5月とかだったな。高校体育祭。え、あ、なんびっくりした。中学の思い出配信で運動会の話ってことか。びっくりした、運動会やったんかと思った。配信で運動会は多分ももたんならやるよ。いや、やったことあるかもしれない。ももたん企画がすごすぎる本当に自分じゃ絶対やらないようなことしかやらないから本当に尊敬する。そういうことか。中坂、中坂教えて。交換するものとかね、メンバーしか知らないから中坂もこれやればいいよってすぐ言ってくれそう。中坂先生、ダンスの中坂先生、ドライブも中坂先生、すごいねまだ運動会の話してるかな。ちょっと配信覗こう。
やっぱ携帯端末が2台あるのありがたい。すごい盛り上がってる運動会のマジでかわいい中坂。めっちゃ笑ってる、かわいい。あ、これは絶対できないわ配信で話は聞けない。すごい盛り上がってた、かわいいなんかちゃんと運動会の昔の冊子とかをなんか見ながら喋ってた気がする。ページをめくる音がしたガチだった、かわいい中坂さん荒ぶってんだあれかわいい中坂。え、このちょっともう一回あれ、もう一個違うじゃんバトルサポーターの違う、ドラゴンサポーターのジェネシックサポーターを解放してって言ってたけど、解放するのはリンゴ、リンゴはメンバーの交換ではなくて、ハンターはね今昇竜191です。191、自分自身のレベルは関係ないって言ってたもんね。ただ HP が多くなるだけでクエストが回りやすくなるだけだもんね。リンゴなかった、衝撃191は低いのか。ねえ、ちまにちょっと見てみますでも今配信で聞けるものは聞いてお勉強します。ハンター種類も少ないのか、もっともっとってことね。いや、やることありすぎるね、ドライブすごい。なんか突き進めば突き進むほどすんごい強くなれそう。ドライブ界で一番強い方ってどのぐらいいってるんだろう、総合力。もう桁が違うよね絶対。もういいモンスターは集まってるからガチャはしない方がいいのかな。でもガチャしたらさ、装備とかハンターなんとかとか全てがまだらいい感じの配分で出てくれるから、それもそれで嬉しいんだけどね。新しいエリクサーと交換できた、交換はしてないあのガチャで出ました。え、あれだよね、なんかかっこいい形のだよね、モンスター装備の。これだよね。え、そう、この子出た、攻撃と HP だけ出た。最強ハンター、最強ハンターの今日、やば。え、でもチマさ絶対いけるじゃん、もうさその半分だよ今、すごくない？チマとコラは確かに、確かにそれが一番わかりやすい。いや、でも、いや、電話の方がいいな、ちょっといろんなの込みで こんばんは、ちょっとドライブの話しかしてない、ごめんね、お勉強です、今。難しいな、
ハンターエレメントがすんごく重要だね、これすっごい大事だね、数が必要すぎる。アーティストタマティーナと交換。アーティストタマティーナはショップのマーケットから交換できるやつかな。え、どこだろう、なんか白い、やばい、見えなくなってる携帯の見すぎだ、絶対悪くなってる。どこにいるのどこで交換するの。アーティストタマティーナ、アーティストタマティーナ、ガチャで出るもの、自分で何かと買えるもの。白いない、いないの交換にはいないの。私配信何時から始めた、もう忘れた。あ、こっちで調べたらわかるか、自分がいれば。あ、いた、7時49分から始めてる。え、7時49分、え、全然1時間以上やってるやんえ8時、え、今びっくりした。あ、ふみちゃんも配信してるじゃん、かわいい、ふみちゃんに会いたいふみちゃんに会いたいよふみちゃんやってるかな、ライブ。え、もう1時間超えてた、びっくりした、早っ。ブルーベリー焦げじゃないねダメだやっぱ。でも何かしら変わると思うから、あれだね、一時的な効果なら公演前とか映画館で映画見るとき、なんか大事なときにブルーベリー直前に飲もう。直前じゃなくても数時間前とかに摂取すれば多少は鮮明に見えるよね、お目目大事だから。もうこれ以上悪くなりたくないよ。やっぱガチャでしかダメなんだ、難しい。あとさ、ガチャってどれを回したら一番いいのか私分かんなくて、もうね、最近これしか引いてないの。これもたまに引くけど、こっち。あ、なんか新しいの増えてる。ガチャはどれが引いたらいいんだ？これもいいのかな？なんか新しくある。でもインドラもいいんだよね。エンジェクト装備多め、ブラック。あ、そう、私も無料のね、しっかり毎日引いてるエッグジェムだっけ、違う、あっちの SK とコラボしてるガチャも毎日1回やってるじゃないですか、無料で。それも引いて、 SK のガチャも引いてる。へえー、かわいい。なんか結構鮮明に見えるからやだ、ハッピーうつさん、ハッピー。ブラックが多め、やっぱ。あ、よかった、ブラックの方ね、いつもずっとやってるの。引く、引くね、やっぱガチャか、よかった、
何あれなんかよく固まっちゃうあれだったね今あれあれでもたまにあるよね。ああうんなかなか出ないよ倍率があれなんだね。でもとこも運がない。もうちょい時間経ってからやろう。出ない出ない。虹色出ない。黒も出ない。時間空けたらいいの出るのかな。なんかすごい私の解放情報知ってる。いいの出なかった。でも素材に必要なものは出てくれてるから嬉しい。ルミナスとオメガノブがまだ解放1だから4つ目も引いて。星4つ目？星4つ目ってなんだ ?1,2,3 上から4つ目のガチャ？ん？解放？今私がデッキに入れてるモンスターのことオメガノバって。どの子？あ、この子だ。かっこいい子。この子ね。ハッピーさんに引いてもらう。そうしようプレミアム？上から？上から4つ目？1,2,3,4 これ？これを引くの？あ、これか。本当だ。オメガノバのみ出現？これか。あれ？長崎配信終わりました。え、なんで？これを引けばいいの？まださ、名前とモンスターの用紙が全然覚えられないなんかいっぱい言いすぎてる。かっこいい子たちが絵が好きすぎる。え、全然出ないこれ勝手にレベル上がるの？同じモンスターが出たら解放したらレベルが上がるの？あ、出ない。出ないよ。オメガノバかっこいい。なんとかノバが多いんだね。あ、解放でか。解放？あ、全然出ない。ハンターキューブしか出ない。ハンターキューブはあるからいいのよエレメントの方が欲しい。え、出なさすぎん今さ引いてるんだけど。え、このかっこいいさ、この子がいっぱい出るの。ワンちゃんみたいなかわいい。え、出ない。こんなに引いてるのに。赤い子が最初。え、出ませんこんなに出ないの。ラグナノバは使ってないけど、いらないの？ん？え、全然出ない。いないよ。10でしょ。星10。これクリスタルリンゴもらえない？本当？あ
当に名前と顔が一致しない違う、オメガノバじゃない方が出るんだけど、何ノバ、ラグナノバの方しか出ない。ほらやっぱそうだ、兄弟なのかな、ラグナとオメガえ、これ、え、これこれこれ、あ、ん、658、え、どういうこと、火にいじれない、怖いリンゴをアイテム合成したら、あ、そうなの、セイクリード、セイクリード、セイクリード、この子か、セイクリードは解放27、その子をクリスタライズしたらリンゴがもらえるの、あ、そうそう全然出ない、ちょっとこれは中坂先生かなちょっとな、これ切りないなうん、明日の何時からみんなと一緒にギルド入れるんだろう、まだわかんないのかな、それは。ん？あれ？明日からじゃないのか、明日までで、じゃあ今日か。わけわかんなくなってきてるね。ごめんなさい。ちょっと配信やめた方がいいかもな。いっぱいでも教えてもらえた。とりあえずオメガノバを強くするのと、ハンターエレメントでパッシブスキル強化をしなければいけない。だね。くらい？私が今やるべきことは。あ、でもそうだ、ハンター昇竜もしなきゃいけないんだね。これもね、どのぐらいまで行くのが平均なんだろう。ダメダメあ、これがいい。そうだ、セイクリードの解放もだ。あ、21からか、みんなとやるのは。今日までがあれだね、上位9人だっけと一緒にギルドに入るの。じゃあ今のギルドと私今日が最後、もしかして。ハッピーさんはおやすみです。メモってない、頭にもう入ってるもういっぱい口に出したのであとはチマと中坂先生にお話ししに行きます。どのぐらい行ってるのかもちょっと気になるな。ね、チマは今一緒のギルドに入ってるから大体は分かるんだけど、中坂の情報は一切分かんないので、中坂には直接聞きます本当先生、中坂ちょっと終わりにしようかな。もうね、画面が辛い先生大事、ちょっと終わりにしようかな。もうね、画面が辛いこれで終わりにしよう。これからいっぱい聞きます。
教えてくれてありがとうございました。ちょっと今見てない方も多分教えてくれてたと思うんだけど、いっぱいありがとうございました。1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位スコティッシュナウターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位メロンパンナウターさん、8位リスのアバターさん、9位女の子のアバターさん、10位男の子のアバターさん、11位ハッピーさん、12位ニッシさん、13位ハッピーさん、ありがとうございました。こんなんなるわ。ちょっと早く大事な表示もあるので、肌はしっかりお休みして、お目でもあまり悪くならないようにちょっと気をつけます。本当にみなさんありがとうございました。本当に本当にいっぱい教えてもらえて嬉しいです。どんどんと強くなってきました。ちょっと頑張ります。ありがとうございました。こんなんでごめんね。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。